アメリカでは買い占め対策にスーパーマーケットで高齢者だけが利用できる時間を設けています。この辺りはトイレットペーパーなどの売り場なんですが、ご覧のように棚は全くの空っぽです。入荷しても1時間ほどで売り切れてしまうということなんです。アメリカでも食品や日用品の買い占めが増え、高齢者の買い物が難しくなっていることから、早朝の時間帯を65歳以上に限定しています。感染した場合、リスクが高いとされる高齢者が混雑を避けて来店できるメリットもあり、全米で2万5000店が実施しています。スーパーでは客同士の距離を 1.8 メートル以上空け、カートの消毒を徹底させるなど感染防止に努めています。